橋の下。フレデリック、ブーテ、森鴎外、役。一本腕は橋の下に来て、まず体に一面にくっついた雪を振り落とした。川の騎士が、怪我されたことのない処女の純潔に例えてもいいように、真っ白くなっているので、橋の急流の下は一層暗く見えた。しかしほどなく目が闇になれた。数日前から夜ごとに来て寝る穴が、幸いにまだ誰にも手をつけられずにいるということが、ただ一目見てわかった。古い車台を天井にして、大きい銅管二つを左右の壁にした穴である。雪を振り落としてから、一本腕はボロボロになった上着と、ダブダブして体に合わない道着とのボタンを外した。その下には襦袢の代わりに、汚れたトリコーのジャケツを着込んでいる。控えボタンを外してから、一本腕はいまいち本能で下ろした。この男は自分の目的を遂げるために必要な時だけ一本腕になっているのである。さて露した腕を、それまでぶらりと垂れていた肩袖に通して、一方の銅管に腰をかけた。そして隠しからパンを一杯と、腸詰めを一回と、古い薬瓶に入れたブドウ酒を取り出して、晩食をし始めた。この時自分のいるところからあまり遠くないところに、鈍い、いびきのような声がしだしたので、一本腕は頭をその方角に振り向けた。おや？なんだ？じいさん。そいつはいけねえぜ。一本腕が、口にいっぱいブツを頬張りながら言った。一言の返事もせずに、地びたから身を起こしたのは、痩せ衰えたじじいさんである。白いひげが汚れている。頭巾の拭いた。ネズミ色の街灯の長いのを羽織っているが、それが穴だらけになっている。じじいさんはパンと腸詰めとを、物欲しげにじっと見ている。一本腕は何一つ分けてやろうともせずに、口の中のものをゆっくり丁寧に噛んでいる。じじいさんは急流の下を、二見ほで口まで歩いていって、じっと外を見ている。雪は絶え間なく渦を巻いて地の上と水の上とに落ちる。その落ちるのがあまり細かなので、遠いところの街灯の火が覆われて見えない。じじいさんが後ろを振り返った時には、一本腕はもう晩食をしまっていた。一本腕はナイフと瓶とを隠しにしまった。そしてやっと人付き合いのいい人間になった。なんという天気だい。たまらないなぁ。じじいさんは黙って少し離れたところに腰をかけた。一本腕が語り続けた。くそ。冬になりゃあ、こんな天気になるのは知れているのだ。出かけさえしなけりゃいいのだ。俺の靴は水が染みて海面のようになってけつかる。こう言いかけて相手を見た。じじいさんは膝の上に手を組んで、その上に頭を低く垂れている。一本腕はさらに語り続けた。いやはや、まるで貧乏神そっくりという風をしているなぁ。今日はもらいがなかったのかい。俺だっておめえと同じことだ。まずい商売だよ。競争者が多すぎるのだ。お得意の方で、もう追っつかなくなっている。俺なんぞはいろんなことをやってみた。恥ずかしくて人に手を出すことのできない奴の真似をして、上等の料理屋やうまいもの店のガラス窓の外に立っていたこともある。ダメだ。中にいる奴は、そんなことには構わねえ。外に物欲しげな人間が見ているのを、振り返っても見ずに、面白げに飲んだり食ったりしやがる。俺は転換闇もやってみた。口にシャボンを一切入れて、唇から泡を吹くのだ。
ところが侵入受ける奴は一人もない。馬鹿にして笑ってケツかる。それにいつでも会いに来て直に巡査がいて、俺の首を掴んで引っ立てていきやがった。それからもうもやってみた。することのない職人の真似もしてみた。みなダメだ。もう一つ足なしになって尻でいざるというのがあるが、じじいさん、あれはおめえやらないがいいぜ。第一道具がいる。それにバカに骨が折れて足がひっつってくる。まあ、やっぱり手を出して一文もらうか、パンでももらうかするんだなぁ。俺はこの頃ときたま一本腕をやる。今日なんぞもやったのだ。ずいぶん骨が折れて、それほどの役には立たねえ。決まって出ている場所と、決まってくれるお得意とがなけりゃあ、この商売はダメだ。どうせ貧乏人は皆くたばるのだ。皆そう言っていらあ。ひどい奴らだよ。金持ちという奴らは、なぜ盗っ人をしない。じじいさんが荒々しい声で言った。この言葉は一本腕の尺に触った。何？盗っ人だ。口で言うのは造作はないや。だが何を盗むのだ。誰のものを盗むのだ。盗むにはいろいろ道具もいるし、それに折も見計らわなくちゃならない。修行しなくちゃできない商売だ。そればかりじゃないや。第一俺には不気味でできねえ。実は小さい時俺に盗みを教え込もうとした奴があったのだ。だが、どうも不気味だよ。そうは言うものの、おめえ何かうまい仕事があるのなら、俺だって一口乗らねえにも限らねえ。優しい仕事だなぁ。ちょいとしゃがめば、ちょいと手につかめるという仕事で、危なげのないのでなくちゃ嫌だ。そういううまい仕事があるのかい。服の髪のたぶさをつかんで離さないという仕事だ。どうかすると、おめえそんなのを一週間に一度ずつこっそりやるのかもしれねえが、一本ワンはこう言って、顔をくしゃくしゃにして笑った。じじいさんは真面目に相手の顔を見返して、腰をかがめて近寄った。そして囁いた。俺は盗んだのだ。何百万という代物を盗んだ。俺はミリオネイルだ。そのくせかつえ死ななくてはならないのだ。一本ワンは目を大きく見はた。そして大声を出して笑った。ミリオネイルだ。おめえがか。してみると、チンらしいミリオネイルの変物だなぁ。まあ、いいから来て寝ろ。俺の場所を半分分けてやる。ぴったりくっついて寝ると、お互いに暖かでいい。ミリオネイルはよくできたな。じじいさんは一本腕の肘をつかんだ。まあ、黙って聞け。俺がお主に見せてやる。俺の宝物を見せるのだ。世界に類のない宝物だ。一本ワンはじじいさんの手を振り離して一歩退いた。途方もねえ。キーじゃねえかしら。じじいさんはそれには構わずに、靴を脱ぎ始めた。右の足には大革の半靴を履いている。左の足には擦り切れた、ボタン止めの漆塗りの長靴を履いている。その左の方を脱いで、冷たいのも完全らしく、素足を石畳の上に乗せた。それから靴の中底を引き出した。それから靴のかかとに埋めてある汚い綿を引き出した。綿には何やらくるんである。それを左の手に持って、じじいさんは靴を履いた。そして身を起こした。見ろよ、と言いながら、じじいさんは棒立ちに立って、右の手を街灯の隠しに入れて、左の手を高く差し伸べた。一本腕はあっけに取られて見ている。じじいさんは左の手を開いた。
指の間に小さいものを挟んでいる。不思議にも、その小さいものが、この闇夜に漏れてくる一切の光明をことごとく吸収して、またことごとく反射するようである、ジジイさんは言った。なんだか知っているかい。これは聖ダイヤモンドというものだ。世界に二つとないもので、もう盗まれてからだいぶの年が経つ。それを盗んだのは俺だ。世界中探しても知れない。俺が持っている。俺が盗んだのだ。何でもふいと盗んだのだ。その時のことはもう詳しくは知っていない。忘れてしまった。とにかくその青金剛石は俺が持っている。世界に二つとない正真正銘の青金剛石だ。世界中探しても見つけからないはずだ。古事記の靴の中に入っている。誰にだってわからなかろう。誰にだってなぁ、ははは。何百万という代物が靴の中にあるのだ。一本ワンは無意識に手を差し伸べて、ジジイさんの左の手に飛びつこうとした。手を引っ込めろ。ジジイさんはこう言って、一歩退いた。そして左の手を後ろへ引いて、右の手を隠しから出した。キラキラと光る小刀を持っていたのである。裸身で、手を引っ込めぬと、命がないぞ。そこで今言った通り、俺が盗んでいるのだ。お主って何ぞを出して、どうしようというのだ、バカめ。取って売るつもりか。売るにしても誰に売る。この宝は持っていて、担えて死ぬより他ないのだ。馬鹿げているじゃないか。小さく切らせればいい。そんな仕事を知ったものがあるのだ。俺ならそういうやつをどうにかして探し出す。もしおめえの言うような値打ちのものなら、二人で生涯どんな楽な暮らしでもできるのだ。どれ？もう一遍俺に見せねえ。ジジイさんは目を光らせた。何？俺の宝石を切るのだと。そんなことができるものか。それは誰にもできぬ。第一俺が不承知だ。こんな美しいものを。これは俺のものだ。誰にも指も刺させぬ。俺が大事にしている。側によるな。よると危ないぞ。手には小刀が光っている。ジジイさんはまたに見ほしりぞいた。そして手早く宝石を靴の中に入れて、靴を履いた。それから一言も言わずに、その場を立ち去った。一本ワンは追いかけて組み止めようとした。しかしふと気を変えてやめた。そしてジジイさんの後ろ姿を見送っているうちに、気が落ち着いた。一本ワンは肩をそびやかした。バカジジイめ。どこへでも行きあがれ。いずれ四文もしないガラス玉か何かだろう。あんな手品に乗って気をもんだのは、バカだった。こう言って一本ワンはいつもの穴に潜り込んだ。ジジイさんはネズミ色の影のようにその場を立ち去った。そして間もなく雪に全身を包まれて、外の真珠を探しに行く。深い雪を踏む、静かな探り足が、足音は立てない。破れた靴のほころびからは、雪が染み込む。